大人の世界にようこそ。はい、ポケモンね、早速前回言った通りにスマホ片手にね、行きたいと思いますけども、ちょっとね、キャプチャーがね、やっぱり外なんでちゃんと動かないんですよね。電源が入って、コンセントがあるところじゃないと動かないんで、とりあえずこの何でしょうか、このなんとかスポットってところを目指して行ってみたいと思いますんで、ちょっとね、奥さんに運転してもらいつつね、それでね、私のスマホもね、すごい GPS がバカでね、とんでもないところをね、行ったりするんですよ、これが。このスポットね、たくさんもう乱立してるじゃないですか。もうそれでそこで根こそぎ取っちゃおうっていう感じでね。近いぞ、近いぞ。いいぞ、いいぞ、ほら。だいぶ、あ、なんか出てきた。なんだ、なんだ、これ。なんだ？なんか押しちゃうな、これ。これ何、これ。これ何？EV ってなんだ、これ。なんかちょっと可愛らしいやつ。よし、取っちゃうぞ。やった、やった、ゲットしたぞ。EV、EV ゲット、はい。なんかちょっとか、可愛らしい系のやつですね。よし。よーし。19。あんま多分強くないんでしょうけど。はい。じゃあ、近いよ、もう。お、なんだ。レベルアップ、レベルアップか。レベルはいいんだよ。モンスターボール15個。はい。はい。あ、もうすげえ近くねえか。なんだ、やったー、メダルをゲットした。いや、メダルとか別にいいんだよ。はい。あ、近いな。ちょっと待って。どこだ、これ。近づいてください。これ、どこだろう。ちょっと今ね、車を移動させてね。これ、異様な光景だな、ほんとだ。あ、ポケモンやってるよ、みたいな感じで。もうバレバレだな、もう。高校と電気つけちゃってさ。あ、もう多分近いと思う。うん。そう。その辺で、適当に止まってみて。あ、来たよ。来た。えい。あれ？えい。あれ？どうやるんだ、これ。こう、回すんですよね。あ、できた。よし。モンスターボール、3つゲットですね。はい。よーし。あと、ここに、なんだこれ。あ、これ、か、中庭もあるぞ。はい。よし。よーし。あ、なんかね、ポケモンの人いるな。ポケモンの人ってなんだか、言い方がよくわかんないけど。いるぞ、これ、本当に。この辺、やっぱりね、スポットらしくてね、いますよ、こういう人が。なんか、来た、なんだこれ。これ、こうだ。お、来た。よし。ゲット。お、なんだ？卵出てきた。卵ゲットしました。はい。結構でもゲットできましたね。じゃあもう、十分ゲットしたから、じゃあ、最終目的地であるマック行くか。マック行こう。いや、なんか人の顔があってびっくりしたね。選挙ポスターでしたよ。なんでびっくりした。びっくりするんだよな。ほんとドキッとしたよ、ほんと。この少年のね、動きが全くね、道なき道を行ってるんでね。あ、ここか、なるほど。いるんだろうな。初日すごかったもん、マックのさ、とこちょっとちらっと横取った時にさ。今、マックに向かってますね。ここ、ですね、国道112号線というところでね、うちの地元の方では、まあ、幹線道路といいますか、国道なんですけど、しかしもう国道からもう、立ち止まったってね、車ガンガン動いてるんですけど、ほら。シーンみたいな。おい、どうしたみたいな。お、やっと走り出した、ほら。GPS がバカなんですよね、ほんとね。おい、走った。ずっとまっすぐでいいのにね、いちいち確認しちゃうのね、これね。あれ、こっちでいいのかなみたいな。普通にまっすぐ行ってるだけなんですけど、こういう。あれみたいな。ここですね、112号。マックがもう肉眼で見えるんですけど、キンキラキンの M のマークがね、出てますね。おこいつもう頑張って走りした。お、マック近いぞ。おい、近いのに、あ、 Wi-Fi なんかネットワークに、あ、なんか出てきたぞ。なんだすげえ出てきたぞ。なんだこれ。あ、これ戦いだ。あれ、なんでこれ選択できないの、これ。え、えい、なんでこれ選べないの、これ。あ、インターネットに接続、あ、今頃来たよ。あのね、ポケモンゲットすることも、まあもちろん目的なんですけどね、ちょっとね、なんかアイスとか食いたいなと思ったんで来たんで。はい。マックでなんかね、マックの、なんて言うんでしたっけ、コーラフロートみたいな、コーヒーフロートみたいなのをちょっといただきましたね。はい。で、
やってる間に、おー、またゲット、ほら、これゲット。こう、すごい、なんか回復しますね、すぐね。マックにね、そんなにいなかったんですよ、15分ぐらいしか。3回ぐらいできましたよ。5分に1回ぐらいのペースなのかな。10分に1回かな、わかんないですけど。そのぐらいの頻度でね、私、これ長生きしちゃいますね、そうするとね、マックに。無意味にね。というわけでね、結構、モンスターボール何個だったろ、これで。モンスターボール。はい。81個になりましたよ。はい。ただ、モンスターはね、全然いないんですけどね。モンスターと戦う画面になってね、卵を、ボールを投げようとしてもね、ボールを押しても反応しないっていう現象がね、何度か出てきて、なんていうんですかね、モンスターと対峙したまんまもうフリーズな、みたいな感じになっちゃってね。そういうの結構ね、そういう不具合的なものはありますね。これは多分、私のスマホが悪いんでしょうね、きっとね。タッチしても反応が悪いみたいな感じでね。そういうのが結構ありましたね。ただこの少年ね、あ、ほらほら、これから動こうって時にね、もう走り出しちゃったりして、ほら。あさっての方向にしかも。ほら、走って、落ち着きないんだ、こいつな、ほんと。ね、じっとして、ほら、ほらほら、道なき道を行くからね、これ。まあじゃあ、とりあえずこれね、私これスマホを、2台持ってるような感じなんでしょ。大変なんで、掴めるときに。あとはちょっと、打ち返ってからどのぐらい取れたかちょっとご報告しますので、はい。一旦ちょっと録画の方停止します。はい、家戻ってきましたね。結局ね、モンスターはね、あんまり捕まえられなくて、何でしたっけね、ポケスポットでしたっけ、あれ行ってきて、93個モンスターボールは一応集めてきてね。あと卵とかも、卵1個だけですね。ゲットできましたね。今こんな感じですよ。うん。まだまだ9体ですよ。しかも全部弱いっていう。あ、EV ってのは強いね、これ。CP44 の、これ、中でも強いやつですね。うん。まだこんな感じなんで、まあ、マイペースでやっていきますということで、今日はこの辺で終了です。次回もよろしくお願いします。さよなら。